ホープ・クックは、シッキム王国の最後の王妃。アメリカ合衆国産フランシスコで、アイルランド系アメリカ人のフライトインストラクターで、あった父ジョン・ジェイ・クックとアマチュアパイロットの母ホープ、ノイズの間に誕生した。母は1942年に航空機事故で、他界している。12歳の時に、ニューヨークへ転居する。パルデントン・デプト、ホープ1959年。 サラ・ローレンス大学に入学し、アジアの比較文化を専攻する。同年のインド旅行中に、ホテルのバーで当時シッキム大大使であったパルデン、トンドゥプナムゲルと出会い、1961年に結婚した。1963年3月20日、仏教寺院で式を挙げた。式への出席者には、インドの各界の要人や在院アメリカ大使などがいた。この時に、 アメリカ市民権を離脱している。政教一致の仏教国で生まれ育ったパルデントンドゥプは当然ながら仏教徒であったが、ホープはキリスト教の信仰を捨てず、国内の保守派から不況を買う原因となった。パルデントンドゥプとの間に、男子のパルデンギュルメと女子のホープレイズムの二人の子を設けた。同時に、 シッキムはインドから併合の圧力をかけられた緊張のもとにあったが、インド軍が王宮親衛隊を武装解除し、1975年4月10日にパルデントンデプは大尉に追い込まれ、シッキムはインドに併合された。王妃だったホープは一時、宮殿に遊兵されるが、その後、夫と共にアメリカに亡命した。ホープはニューヨークへ移住し、子供二人を、 当地の学校に入学させている。湿気無滅亡に伴ってアメリカに亡命してきたパルデントンドゥプと合流したが、1980年にホープはパルデントンドゥプと離婚し、翌1981年にアメリカ市民権を回復した。1983年、ホープはピューリッツァー賞受賞者の歴史家マイク・ボレスと再婚したものの後に再び離婚している。 ホープの息子のパルデン・ギュルメナ・ムゲルはアメリカで銀行家となった。現在、ホープはブルックリンに住み、講演者、批評家、及び雑誌への寄稿者として活動した後、作家、都市史学の研究者として、大学の講義、一般向けの講演、執筆活動などを行っている。著書として、漆器無王妃としての数奇な人生を改装した、自助伝、タイムチェンジ、 アンオートバイオグラフィーニューヨークの歴史ガイドであるシーイングニューヨークヒストリーウォークスフォーアームチェアンドフットルーストラベラーズ等があるありがとうございます